ペーチャ高宮まりです。トイン曲ドラはローマンです。さあまずは注目トンパツ親番の泉の手配が来ました。まあ楽ではないですけどね、一メンツあってカンちゃんリャンメンみたいな、ええ、そうですね。ドラのターツのところが決まってないのって一番最初に見ませんか、はい、開けた時にまだこのなんだっけ、あれまだ 5,7 ってマンズ持ってた方がまだこれの方がマシかな、マリちゃんの、うん、あのワックスプロね、はい、素人的にはこの泉みたいな、はい、1,2,8,9 っていうこの、はい、そうなんですよ、あれを見るとね、はい、ガクッとくるんですけど、でしょ、あやっぱ同じですか、そうなんですよ、まず 3,7 が抜けてるっていうのと、はい、まあ 1,2あの1人のマンズの方はまだいいんですけど、はい、8球のマンズの方って多分あの嫌いづらいんですよね、はい、あのドラに絡むんで、そう8球嫌ったし、あこれで少し楽になりましたけど、うんなるほどね、うん、であの 6球ピンの枚数とかももう微妙に気になる、9ピン払いたいけどまだカンパーピンのダイレクトがあるからまだ払えないみたいな、私がパッて見たら多分あこれ苦しいハイパイだなって多分思います、ね、なるほど、これでまあ連環でドラは使いやすくなりましたね、そうですね、高宮はね、はい、泉は 7,8,9 の変化もあるから単品にするか散らすかどっちか難しいところですよね、そうですね難しいですね、うん、なんか純ちゃん3色狙えるから別にもう一歩進めばねウーマン切ったって全然悪くないと思うんですよね、そうですね、うんうん、うんうんうん、ソーズは全部切る方向ですね、これは誰も早そうじゃないですねそうなんですよ、はい、結構ネックが多くてそうですね、これ水木はもう純ちゃん三色とかっていうのは狙いには入ってるんですか、意識はしてると思いますけど、そうです、ね、ドラガーローマンだけにやっぱウーマンには手をなかなかかけられないところはありますよね、なるほど、ちょっと全員がいまいちなんで、ちょっと川に情報がまだ少ないんで、どの愚形も払いづらいっていう、これみんな自分の番じゃないだろうなって半信半疑で戦ってるまでありますよね、あそういうことですか、うん、一応スーサギには差し子の形があるしっていう、まあこの苦しいリャンカンリャンカンカンちゃんってね、うん、357そうですね、みんなほぐし気味に打ってるんで、みんな自分の番じゃないと思ってるかもしれないですね、うん、高宮もチューン1枚目見送ってますからね、やっぱりそんなにね上がりたい形でかどうかって言われたら微妙ですもんね、うん、でも今後ローマンをねカンちゃんで埋めてくる人やまあ、高宮も重ねるってこともありますから、まだね枚数ありそうですね、うん、マントラのそばが、うん、水木さん3色好きですね、あそんな風に見えますか、うん、3色好きだなって感じですかね、うん、ちょっとあのアンケートをさっきちらっと見たんですけど、はいはい、守備型の流れ無視って書いてあったんで、でさらに一色好きって書いてありましたよね、あそうですね、はい、書いてありましたね、はい、ってことは多分手役を狙って割とスリムに構えて終盤は降りるっていう多分スタイルなんですかね、なるほど、安全牌は割と残すタイプかなとは思うんですが、そうですね、でもよくね自敗を行くって感じでもないんですよね、だからよく手詰まりも割としやすそうな、うん、ちょっと危なっかしい面もちょっと若干ありますよね、はい、リャンマン重なったのは泉、もう苦しい、ここでペンちゃんに手をかけた、うんうん、まあ親ですからね最悪テンパイレンちゃんでもしたいとこですよね、鈴崎はねカンちゃんばっかり引いてきます偶数のパイがゼロですからね、はい、あどうしようどうしようどうしよう、チートイも見えてきた、おお、うん、まあ、チートイ見てますね、イーシャンテン、あるいはその先もなくはない、うんうんうん、タイヤを好きの人はチュン切りそうなとこですよね、お、うん、さあこれでウーマン切ってもいいね、ローマンのフォローも一応効いてますしね、うん、ドラの、うん、みんながネックだと思ってる、はい、割といますね、山にいますよ、まだ頑張れますよ、まあでもね
誰か闇店で漫画とか貼ってんじゃないのっていう疑い思うんですか、思うんですよ、この穴だらけだと自分が、そう、まあ、闇店っていうよりこの後すぐリーチくんじゃないかっていう恐怖心がありますよね。そうですね、なんか一枚持ってからやろうかなみたいな、ワックスプロだったら、あの高宮の手配だったらもうチューンは仕掛けませんか。あれはちょっと仕掛けないかな、あの私ドラムパーツが決まってないのがちょっとに苦手で、へー、うん、うわこれどうしよう、さあターツ選択、うん、三層場に1枚リャンマンが、ゼロ、あ1枚ですね、リャンマン1枚で9万ですね、ポイントは9万も1枚、まあでもこれ、まあ、純ちゃん3色の方にいますよね、手役派、手役派すごいね、うん、私今多分イーソー切ってますね、イーソーかリャンゾー切ってますね、ペンさんさん安全線はい、でリャンワンは引っかかってるし、ロキュアはドラなんでドラウトですからね、そう外せないから、おごめんなさいでした、すいませんでした、リーチまでリーチしてもいいぐらいですね、リーチリーチリーチ、あここはこっそりと関連マン、でもこれ満貫で終わらせるのはちょっともったいないところもありますけどね、実際泉が連マン2枚、うーん、なんかリーチした方が上がれそうな気がするのは確かに、ね、いやあのちょっと捨て牌がね強烈すぎるんですよ、そっかそっか、あっと仕掛けたぞ泉が、頑張るんだユッキ頑張れですね、これウーマン引いて、うん、サブローがドラ受けっていうのもありますから、はい、3番引くと危ないですね、地獄地獄行きですね、3番、あもうないかも、3万ないかも、そうですかね、3万が1、2、おーなんかテンパイっぽいけどテンパってない、微妙にテンパってませんテンパってない、はい、ドラのロマンが出ていく、ロマンから打ったお、すごい、じゃあスナンコのインシャントで注意切ってるんですよね、うんうんうんこれポンする、ピンポンしてもいいけど、まあ、ポピン1枚ですからね、あのピンがね、でこれ合わせ打つとさすがにポンが入るか、さすがにポンしますよね、で3ピン、いやでも先にチューンをスコッと引くかも、おお強いぞ、本当だ、さあこれはリーチ打った、ヤンピンはね1枚生きてるんですよ、すごい、ウーピンはないですけどね、ないですね、はい、しかも見ました、今の気合の入ったリーチの仕方、これでもリャンマンがね純ちゃん3色当たるんですよ、あーなるほど、本当だ、うーん上がったのは水木純ちゃん3色、うーん厳しい、満貫の上がりになりました、これはしかしトン一局から見応えのある曲になりました。ここまで2戦戦って2位が2つなんですけれども、はい、結構大きな2位ですよね。そうですね、それが本人にとってはやっぱりあの1回トップ取っときたかったなと、そこどっちかでもトップだとプラス30ポイントになるの、さらにプラス30っていうことなので、やっぱり決めたかったなって思いはあるんじゃないですか。そういうもんなんですか。もちろんもちろんね、2着になってるのは、まあ、仕方ないというか本人にとっても納得は納得の上なんですが、やっぱりねそのソテンだけで2回で3万手を置いてるわけですよ、うん、そうですよね、はい、なのにトップがないっていうのはやっぱりちょっとモヤモヤ感はありますし、ありますよね、あトジャン氏は難しいですね、結構なかなかそのよしよしみたいな、はい、これ一色いきますよね、ドラ E ピンで、ね、とりあえずまあ関連ピン埋めたらそこリッチでしょうけど、だからマージャンって結果は大事なんですけど、やっぱ過程であのベストを尽くしてるか、あるいは失敗があったかっていうので本人の気持ちも変わりますしね、そうみたいですね、やっぱり、ね、ピッチャーで5点取られても勝利投手になってで嬉しいかって言われたら微妙ですしね、うん、ね1点に抑えても負け投手になってね、まあそれはそれで悔しいですけどまあでもしょうがないと思うところもあるじゃないですか、確かにでもそれ分かりやすくて、うん、楽天の田中マー君の勝者インタビューなんか聞いてるとね、うん、あのこれだけ勝っても内容的にはよくありませんでしたって言ってますもんね、うんうん、そういうことあると思います、うん、やっぱり麻雀は、麻雀は特にそうだと思う、麻雀は結構何でも通じてますよね、うん、なんかだから結果も良くてその過程もいいっていうのがね、もちろん一番満足のできる状態であって、うん、今回3人の中でまあほぼほぼ達成してるのは村上だとは思いますけど、その村上でさえやっぱり反省材料あるって言ってますからね、うん、おー
もう完璧だなんていうのは1年にそう何局何班じゃもないと思いますよ。やっぱりそうですか。まあ、とりわけそれがねこう相手のレベルも上がってくるとさらに厳しさを増してくるでしょうからね。これドライピンなんで3ピン残してますけど、ええ、そろそろ3ピン話しどっきですかね、うん、中ばくれ2つ残したいですもんね、うんうん、9万が1枚出てるんですよね。あ、これでいくな。こっちからですか。まあ一応ね、ドラの重なりも残しておこうと。井出のこのマンズの形はあんまりいじらない方がいいんですか。ギャンワン、ウーワンが統一でチーマンっていうね。まあ一番そこ弱いですからね。ああこれカンカン、カンですね。ここでいく。スーマンを冠して。ドラがローマン。はい。村上に乗った。統一で乗った。これ地点取るかな切ったら。取ると思いますよ。地。うん。で一発走の街ですか。はい、はい、薄い薄いですここに発走は3枚天敗ではないですけどね。あでも村上のローマン流しましたね。そして井出が泣く。ただこれ嘘を切ると当たりなんでくっつき方次第ですよね。あそうですか。ただドラ切ったところだけでは天敗って思えるかどうか微妙ですもんね。今のうち切って鎮逸に決めて今イースが紡ぎられてさあどうかと。ただやっぱり想像余ってきてるんで微妙ですよ。半信半疑ですよね。入れてもテンパったらいっちゃうんじゃないかな。ピンズだったらねなんか拾えるって思う場ですからね。中身もどうですかね。まだ降りないかな。マンズの上チーマンあたりねえ。これ場に2枚切れてる流派警戒してるんですか。そういやアンパイじゃないですか。アンパイで残したんですね、うん、はい。でまあ一応ローマン9万引いたらリーチも含みでいこうと。チーマンはもう3枚見えてるんでそこは諦め、まあ切ってもいいですけどね別に。初おお1さあなるほど。積もり数アン三音符のドラさんですね。ドラさんですよ。1枚ずつ引きますよ ね。勝負手になった。ドラさんドラ4か。あそうですね。一ピンもあるから。これ泣きますね。うん。勝負です。ち。さばきに行く。実装。これもまあ。すごいですけどね、強気の攻めです。井出康平うわーすごいわ。一発も一発じゃないですね。内定なんですけど裏そうか内定なんですね。トリプルですよ。すいません、うん、倍満でしたね。倍満ですね。失礼します。いやすごい。これ石橋はある意味助かったかもしれないですね。羽間地がなければ羽間の補充だった可能性が高いですもんね。自分鎮逸の天敗で9万ぐらいじゃ降りないでしょう。そっかそっかそっか、うん、降りないですね。ライバルたちに差をつけました。トップ独走状態です。池澤まなみ。この状態だとどう打てばいいのかってちょっと分かんないところもありますけどね。他の3人がいや池澤自身はいや池澤普通に手を進めればいいんじゃないかな。ひたすら上がりだけっていう、うん、無理をしない範囲でね、まあ、いわゆる手なり安い天敗目指すぐらいだったらなんかまあ、チートイドラドラとか、とか大きな方がいいのかなっていう、うん、あそりゃそうだよね。役満チャンス増やしたくないですからね、うん、相手のワックス軽いな。
やっと軽くなった、軽い手が来ました。だけど、重くするんじゃないですかね。これ、まあ、6チップにするんじゃない。でも縦じゃないですか。縦か、あんこ系にする。あんこ系にするんだ。石がドラドラなんで分かりやすいですけどね、ピンズの本位置そうです ね, ね, そうですね。あ、こちらに差し、うん、石はドラドラです。でも皆さんも戦っての方順なんでやっぱり配線落ちないですよね。そうそうそう、うん。お、あらま、すごいね。いや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 、やっぱり好調者というのはこういう風になっていくんでしょうか。しかし水瀬も手が整ってきました、うん、いいシャンテンですね、はい、うん、なるほど。一色も見て、うん、一色と縦とそうですね、こっちか。石はいいピンがあんこになった。そして枠通、何あんこだ、来ましたよ。これで一応テンパイはテンパイですね。つもりさんあんこですけど、はい、だからもう狙うは、はい、あれですねあれですよ、はい、いや本当にあの、はい、今親が池沢なんでここは積もりたいよね。そうですね、発生1万6千ね、積もったらかなりまた展開面白いですからね、うん、力入ってるマンズだ。一応面本に行くんですね。ああ、そういうことですか。統一のパーピンを切りました。今のくっつきですからね、今すでにね、うん、ただパーピン持ってきたら痛いね。ああ確かにね、想像でした。嘘です、パーピン誰の手にもないんだよね、そうですね、統一落としを見せます。あ、ここに行った。あ、なんかこっちも染まりそうだね。本当ですね、ただチューンがねポイントになりますからね、ドラの。いや、石も引けないな。ワクツマンズ引けた。変なツモだね。なんか縦だか横だか分からないし、欲しいか欲しくないかよく分からないツボですね、これね。3万ですかね。3万切ります、うん、2枚飛んでるんで。いや厳しいね、石なかなか手が進まないですよ ね, ね。もう誰かが勝負でドラ打つまでにもっともっと育っててほしいですけどね、うん、手配が。確かに。そしてここでも、あら、これパーピン残してたらスワンコテンパイでしたね。なるほどね、ローマン関してスワンコのテンパイでしたね。2万単切り値、いやでもこれイーバン切れば、あ、そうか、3個確定させたいのか。そう、でも ね、いっぱいは、あ、高くしに行きましたね。あ、スワンコ狙いに行った。お、そうですか。こうなるとパーピンが痛いか、いっちゃおうか。あら、あ、スワンコ来た。やばい、来ましたよこれ。すごいですね、これは。このイスワンどう、え、イーマン1枚いってる。パーマンも1枚じゃないですか。お、パーマンはまた2枚残りだ。あ、2枚残りいるかもしれないですね、これは面白い。あ、パーピンなかったね。あ、この椅子はすごい。パーピンなかったですね、これすごいですよ、上がれたら、まあ、多分出上がりしないんじゃないかな。でも出ないでしょ。まあそうですね、もう明らかにこれマンズですよっていう、ね、マンズですよって、もうしかもぶち高いですよっていう、ね、ようやくここで見せ場が来ました。どうだ、はい、どうでしょう、どうでしょう、引けるか。惜しい、惜しい、超惜しい、超惜しい、あまりにも惜しい、一本棒が多かった。あ、これはアンコだ、ね、あ、これアンコですね。ヒーマンパーマン、まだまだまだ1枚、なんかいそうな雰囲気です。積もりそうな雰囲気ありますけどね。そうですね、雰囲気としては十分です、はい、あと5、6回ある、うん、はい、掘り当てられるかね。そうすると本当分かんなくなるからね。いや、これ本当上がれるかどうかで池沢が俺だからね。だいぶ違いますよ、はい、ワクカブしてるんで。1万6000で3万2000でしょ。ワクツがここに来た。あ、ここに1枚来た。ここに来ました。ここに来たから、あと残り E1、はい、
この道 E1 で積もると、うん、さっきの手組みが、うん、超絶かっこよくなるんですよね。なるんだよね、うん、チャンスはあります。ワックスもうパワーはないんでね、E1 でさあどうだ、いるのか、どうだ、うん、いそう、まだチャンスはあります。すごいねこれ、本当上がったら、これ E1 で上がったらすごいですよ、かっこいいです ね、うん、この曲はもうこのワクツが弾けるかどうか、はい、そこだけがポイントになってきました。どうだ急走、ただね、あるんですよ、石井もチートイドライオンのね、いいシャンテンなんですよね、ここ、ね、も勝負点になってきてるんだよな、はい、9万切れればってことですよね。あ、テンポってよかった、あ、来ましたね、チートイドライオン9万2枚切ってるんで、自分で9万しか切るもない、なので9万切ってペータンキで勝負いくかな、リーチだ、ロマン安感だし切りやすいです、うん、なるほどね、どうだ、うん、すごいね、ペータンキ対ペータンキってどうなの、はい、ペーはあーここに2枚か、はい、なんでまだ1枚です、いるんだ、はい、そうですね、いますね、1枚こっちも1枚ずつ、リーチチートイドライオン、どうでしょう、あこれ見の、あ、これはそうですね、これは上がりました、リーチ、ドラドラは乗りません、リーチ3個といといい、メオホン、うわバイマン、石上がってたらドラ8ですよ、あ、ドラ8だ、石リーチチートイドラ8、リーチチートイドラ 8？ 積もると3倍マンってことですか、いや、リーチチートイ出上がりで、出上がりで3倍、あ、出上がり3倍マンか、うん、あ、そうか、リーチチートイドラ 8、 8、そうか、出上がり3倍マンだ、恐ろしい、でね、めっちゃ風邪ひいてますけど、それよりもね、宮内プロの答えで、はい、ちょっとこれどうなってんだっていうのがあったんですよ、何ですか、はい、今大会で何をアピールしたいですかっていう我々の質問に対して、普通麻雀のことを答えるかと思ったんですけども、はい、宮内プロは汚れのなさ一体あなたは何をアピールしにこの大会に来てるんですか、いや、あの麻雀でアピールするのは当然のことなんです、何を、プラス、汚れのなさをみんなに知っていただけたらなと、もう、あなたが汚れまくってるのはもうみんな知ってますから、やめてください、本当に汚れてるみたいなんで、汚れ役をやってるだけで汚れて、お、いいですね、これ純ちゃんペンチーソー引きましたね、まあ、あえて汚れを演じてるってことですね、そうなんですよ、そうですか、それはまたみんな分かってくれるかな、じゃあね、ついでにもう一ついきますけど、はい、これね、最近これにハマってるというものがあれば具体的に教えてくださいっていう質問に対して、はい、あなたは恋愛アプリって答えてるんですよあのリアルの恋愛はちょっと諦めたんですよもっと他にハマるもんないんですかいやでも、はい、女性ときめいてないと、はい、あの全体的に悪くなっちゃうみたいなんで、バイオリズムを上げるためにもアプリで補給しておこうかなっていう、まあいろいろとなんか取ってつけてああ言えばこういう、清水プロなんか言ってやってくださいよ、恋愛アプリですよ、ちょっと待ってください、香織さん恋愛アプリめっちゃ好きなんで、本当に、いやいや、やめてください、ちょっとすみませんそうなんだあの 手を見ていきましょう、ちょっとはい、二階堂ルミが三色のイシャンテンですね、まあ、ルミちゃんといえば三色ですよね、うん、ああこれで純ちゃんにはならなそうですね、うん、ああなんか今ねリャンピン先に切りそうなイメージですけどね、ルミちゃんは、うんうん、ケザはこのウーマンは残しません、ローマンはつもぎり、この池澤はマンズ全部切ってくるんですよね、そうですね、うん、あ、これで外せますね、ほー、両面を外していく、ジンちゃん3色のイシャンテン、いや仕上がれば大きいぞですね、あ、先に切った、うん、安全度ですね、両マンの方が場に通りそうなので両ピンからってことですね、はい、おお、ペンチーマン、ね、これすごい、これは素晴らしい、はい、
さあカンパーピンでリーチ打ちました。ここも順、うん、高め順ちゃん三色、順ちゃん三色の同時性ってあるすごいじゃないですか。珍しい三色の同時性ってよく聞きますけど、順ちゃん三色の両方、ね、成立って珍しいですね。ルミはこれダマでいいんですか。いやダマの方があの数層切りリーチなんで。そうか、はい、なるほど、ダマのがいいと思います。わかりました。で今のところまだね濃い灰切ってないんで、あのイーソーの統一落としもあるかもしれないですよ。あそうですか。そうルミはね数層嬉しくないですもんね、うん、さあどちらが上がっても大物手ですが、はい、ここですね。まだあるかな。まだありません。ベタ折りしてるんですぐには出なさそうですね、うん、あ、これ掴みました。あなるほど、これは安めの方上がらない二階堂上がらない。これでさらにリーチ、リーチでイーソーの売り中を狙ってるんでしょうね。いや本当ですか。なんかルミらしいですね。かっこいい。なんかねリーチ入ってる時に見逃して結構勇気いるんですよね、うん、本当ですよね。これねパワーピン掴んだらあのスース当たっとけばよかったってやつですね。そうですよ。これやばいっす。ウーピンでパワーピンも筋になっちゃいましたね。うん、降りてる2人がなんかあのつもぎりリーチなんでルミちゃんが、スースの筋とはいえ、何か あるんじゃないかっていうので、イーソーも警戒に入るんですか。イーソーも、まあ、その前にスースギリリーチなんでそこまで警戒されないけど、うん、やっぱ後筋のパワーピンとかのが出やすくなっちゃいますよね。なるほどね。てかパワーピンめっちゃいるんじゃないですかこれ。3枚山、うん、そうですね。そうですね。場に1枚日向が切っているだけ。あー持ってきた、うん、これは出ないか。出ない、うん、あと2枚。あーもう1回掴んだ。これはさすがに何度でも掴みますね。いやそして裏ドラ乗せました。3900、リーチピンフードラ。どうしてその勝負パンツかどうかを聞いたんですか。いやみんなやっぱ結構そういうことにこだわってる人はいるんじゃないですかね。やっぱプロといえども。でもニースプロは別にそういうことにこだわらないんでしょ。あまりこだわらないですね、だけどその小島プロたちが今日は気合が入ってるのかどうかをちょっと聞いてみたわけですか。まあまあ解説するんで、まあ何話すのかなと思って、そういうことしてたらいいかなと思って。なるほど、取材してくれたわけですね、はい、そうです。はい、割とババプロとかはそういうなんか、はい、勝負グッズとかにこだわりそうにも思えるんですが、そんなことないですか。僕に限らず明治戦のメンバーの多くの人も結構原価つぐと思いますよ。原価つぎますよね、面白いこと言ってたの、その今日近藤さんに聞いた時にね、やっぱり左ってことを結構強調してましたよ。靴を左から履くとか、家から出る時の第一歩を左から出るとか言ってましたね。まあ、よくわかんないけど彼のそういう、ね、システムなんじゃないですか。まあ、近藤なんかはねこれ明らかに前回までとは流れをガラッと変えたいわけですから、普段とは全く違うことをやるっていうのも十分考えられますよね。だから現状ちょっとまだ厳しい状況ですよね。そうですね。いわゆるこう積もられ積もられで、こう点数減っていく状況で地蔵状態っていうんですけど、この状態になった時が一番辛いんですよね。まだ向かって振って、まあ、ラスをとか、まあ、マイナスする分にはね、まだ戦えるんですけど、そして森山さんがですねこうハイパイの段階79がちょっと見てもうちょっと色に寄せていきましたね。これじゃあ両面ターツも落とすんですね。あ落としていくでしょうね。う、まあ、親番ってあるんでウパーピン入ってる時どうするかちょっと見たいですよね。さすがに完成メンツはっていうことですか。いやいやいや、もうあの森山プロにしても小島プロにしても、あの一メンツ落とすことは全然あのそうですね、あんまり抵抗ない人たちなんでよく見てますし ね、はい、前回の名人戦では確かあのドラドイツとか落としてましたよね。近藤さんはこうすごいこう点数減ってて勝負係のはずなのに、わざわざ勝負パンツ開かないってことは、ちょっと肩の力を抜きたかったそういう感じなんじゃないですかね。おいい分析ですね。その近藤プロのデトンシャーチュンドイツのねちゃんとトンドラですからね。
その近藤が大きなラスを引いた時ってニーズプロ同卓でしたよね。はい、まあ、確かに痛い報酬もあったんですけども、ほとんどはこう積もられて点数が出ていくみたいなところは結構ありましたよね。そうですね、これちょっと仕上げたいです ね近藤さんね。トンは、土田プロにが1枚あるんだけど山、シャーとチュンも山、あ、やっと想像できましたね。ずっとこれメホンチートイツイーシャンテになりましたね。そしてローピン切っていく森山、そして近藤です。持ってきたのはウーピン、シャーチュンで、ね、誰も言ってないんだよな。1枚目投げませんね、まあ、やっぱりね森山さん、森山さん2枚目のチートイツなんですね。メホンチートイツですね、これ。ただこれ泣くより面包中とかはるかに打点が高いですから。そうです ねさあイーシャンテンどうするんだろう。ゴロチのイーシャンテン三蔵決めますね。カンロスソーに決めた。そして近藤はマンズです。いや、ね、シャーも中もねまだ山なんですよね。深いですね。金子はイーマン、先ほど切った範囲なんですけどね。あ、そうですね。あのね、ちょっとマンズの馬強がいいんですよね。おお。統一の難。関連は、まあ安全牌でもあるんで、イーワンはほぼ、それもちょっとあるかもしれませんね。待望のクローズが来た。イーソ短期メホンチートテンパ、うわあっさりですね。イーソ場に1枚切れ、その山に2枚ということですね。いやあ、このダマテンは怖い。これで近藤プロがちょっと厳しいですね。これちょっと分かんないですからね、まだテンポ入ったかどうかなんて。これではね、さあドラのトーンをアンクンして、これもう、でもチーソがね、あ、チーソがそう、でもまだいるでしょ、1枚いるのかな、あ、1枚しか、あ、そっか、森山さんにここ、あか、うん、これでドラのトーン来てリーチですね。これは綺麗な仕上がりですね。いや本当にこれは手応えがあるか。さあ何話にも2枚出てますね。これ高めがウーワンがどうですか、場に1枚、2枚か、場に2枚だ、あ、ここに出1枚で高めは残り1枚ですね。さあ土田対森山、そうそう、ただマンズの馬強はすごくいいです。さあここイーソーはどうなってるんですか。イーソーは山に2枚です。これやばいですよね、イーソーね、水素今、あーそっか、今水素通ったんで、ただね土田気持ち悪い捨て合いしますよね。土田プロの捨て合いがちょっと単品三種の捨て合いじゃないんですよ ねなんかチートイツっぽく見えんで、ね、イーソーはちょっと怪しまれるかもしれないですね。土田プロの捨て合い9番チーマンローピンチーピン数番という切り出しなんで、これちょっとあの単品三種の捨て合いではないので、さあシャー仕掛けたぞ、近藤です。そしてペンチーソー、はい、これは1枚だけですか、1枚います、でも1枚いますけどね、ローマン勝負何点の手なんですかね。トンチャンタドラさん、トンチャンタドラさん、マンガンですね。3ピン、次が森山、スーマン、それはゲームズです。これは聖地はイーソーは打ちますね、打ちますね。いやもう何でも打っちゃいますね。ウーワンでも行くでしょうね。チーソー掴んだ。土田が掴んでしまった。はあ。そして近藤上がりました。ラサエのチーソーですからね。はい、ありがとうございます。チャンタトンドラさん。今日の成長はちょっと一味違うんじゃないですか。そうですか。はい、いや厳しいかと思いましたけど ねまずは浮上のきっかけをつかみました。そして迎える親番トン4局。